スハルトベリです。今日はいよいよあの待ちに待ったこのイタリアングレーハウンドミートアップミニの日になります。でちょっとドタバタしてるんですけど、オフ会の様子だったりとか、まあ、初めてなのでいろんなところを見せられればと思ってます。どうぞよろしくお願いします。今日のスケジュールはどんな感じですか？渋滞をしててかなり時間が押してるんですけど、簡単な開会式とご挨拶をさせていただいて、12時までに抽選大会のお申し込みがあるんで、その受付をして、でその後に、集合写真をですね、これを囲んで撮りたいと思います。で、お昼休憩は、キッチンカーさんが今日1台来てくださるので、ハンバーガー屋さんですね、このご紹介と、午後にその抽選会一番の肝ですね、ご提供いただいたバッグだったりシュラフだったりを抽選会でお見せできればなと思ってるので、動画で、まあ、1日そんな感じになります。ちょっと予定は一応組んでるんですけど、本当にどうなるか分からなくて、なんでワクワクしつつちょっとドキドキしつつって感じなんですけど、よろしくお願いします。はい、どうぞ。お願いします。おはようございます。今回痩せたんですね。シュラフってここシュラフ真ん中です。抽選会の景品のご紹介をします。まずこちらのピムリコさんのお散歩バッグですね、こちらご提供いただきました。こんな感じで仕切りがあって、お水入れとうんち袋、おしぼりとかおやつ、こういう感じで仕切りがあって分かりやすいです。使えそうですね、お散歩バッグには結構大きめなんですけど、すごい使いやすいです。でデザインもこんな感じで、で後ろにカラビナとかも結構細めになってるんで、つけやすいです。個人的にめっちゃお散歩バッグの中で一番良かったです。で次がサツキッチンさんのシュラフなんですけど、これは完全に新作で、女の子でも男の子でも使えるようにデニムのブルーの生地にしました。中がボアの生地になってて、こう車の中で使えたりとか家でも使えて、でこれぐらい小さくなるんですごい便利だと思います。サツキッチンさんのご好意で、お散歩イタグレのシルエットのお散歩バッグですね、と後ろを見るとワンちゃん用の枕、これシュラフに入れても多分めっちゃいいと思います。でこれはご好意でいただいたので、これセットで抽選でお渡しします。であと、まあ、一番自分の推しなんですけど、この5月29日のあのイベントですね。あ、イベントの参加券、それこれを抽選で用意しました。結構不安だったんですけど、結構抽選券が入ってて、めちゃめちゃ内心嬉しいですこれ。なんでこれが推しです。今カンガルーもも肉のジャーキーと鹿もも肉のジャーキーセットで1800円なんですけど、オフ会の価格で今日やってます。これもまあまあ売れてます。はい、こんな感じで、はい、以上です。はい、すいません、簡単なご挨拶と開会式をさせていただきたいと思いますので、集まってもらえますか？お願いします。じゃあおはようございます。まず遅れてすみません。今日のイベントの主催者のリベルタの真壁と申します。今日は一日よろしくお願いします。今日は楽しい一日にできるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。バレない、ようやく今自信を取る。慌てて作りました。で、花のちょっと手前から伊勢原で混んでるって人じゃ大して変わんない。小田原さんの人で、はい、何や、はい、は
い、じゃあ、今日は特別にキッチンカーさんも呼びまして、スリースターキッチンさんに来てもらいました。今日はハンバーガーです。で、写真の通りめちゃめちゃボリューミーです。なんかインパクトが欲しくて、いや、良かったです。めっちゃいい匂い。なんかポイントというか、なんかポイントは、全て国産牛を、使ってまして、すごい、はい、完全国産牛 100% のビーフになってます。一部に、和牛の3分の1程度ぐらいなんですけれども、和牛を混ぜ込んで作ってますので、おーすごい、はい、肉肉しさも、はい、リッチー、はい、すごい楽しみですね。楽しみ。あとで取りに行きましょうか。そうですね。ちなみにインスタグラムとかもやられてるんですか？あ、やってます、はい。インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひ気になる方はぜひ、はい、ぜひチェックをお願いします。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。じゃあそんな感じでお昼を頼んだんで、でもう本当にお客さんがめちゃめちゃ来てくれてて、そうですね、本当に最初めっちゃ不安だったんですけど、遅刻もするし、お客さんには恵まれて本当嬉しいです。はい、よかったです、はい、美味しそうです。これチーズバーガーかな、ですね。超ボリューミーです、まだあったかいです。いただきます。いや、これどうやっていけるかな、雨の中うん、ちょ、お肉に到達しないうん、お肉めっちゃジューシーです。見るからにジューシーですもんね、肉汁たっぷり、出来たてなんでめっちゃ温かくて美味しいです。あ、すごい、じゃあ僕もいただいていいですか？どうぞどうぞ。カメラマンさんのはなんかパティが2枚、パティが2枚、2枚スペシャルバージョンです。すごい。じゃあいただきます。はい、どうぞ。はい、聞こえますか雨がちょっと強くなってきたので、前倒しで先に抽選会をやろうと思います。すいません、こんな中で。じゃあシュラフから発表させていただきたいと思います。じゃあいきます。7番のお客様です。シュラフ7番のお客様。じゃあこれですね。ありがとうございます。カジカンベリがね、お互い、ね、じゃあどうぞ。ありがとうございます。どうぞ、ちょっと重いんですけど、まちゃんもらいます。はい、よかったね。寒いので早速使いますじゃあ発表します。はい、3番のお客様です。3番 おめでとうございますおめでとうございます。ありがとうございます。ボス君が当選しました。おめでとうございます。ありがとうございます。あと応募してちょっと今回外れちゃった方は、ぜひメインの方のイベントを絶対晴れて成功させたいので、ご参加お願いします。はい、ありがとうございます。はい、21番のお客様です。21番です。おめでとうございます。メルちゃんママです。おめでとうございます。よいしょ。じゃあこれで斜めにして、これでいきましょう。これでこれでこれだったらいけません。成功写真を撮ります。はい、行きましょう。最初だね。集まってください。じゃあ行きます。はい、チーズ。あ、旗を受け取ってます。すいません、旗もらいます。はい、じゃあこれで。あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。すいません、皆さん雨の中今日はありがとうございました。ありがとうございました。またですね、7月、8月、9月あたりでまたここでやろうと思うので、その時はきっと晴れてると信じて、ぜひまたご参加よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。でこれからもっと大きいイベントにしていこうと思いますので、今日はありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんなさい、買ったからね。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、雨の中もよろしくお願いします。
タリアングレーハウンドミートアップミニが終わりました。まさかのまさか雨でちょっと予定を変更したりですとか前倒しをちょっとさせていただいたんですけど、抽選会と写真撮影ともに映像をご覧の通りすごい皆さんに楽しんでいただけてよかったです。次は7月か8月か9月その辺にまたやりたいと思ってるんですけど、その際はもう晴れで行えることを信じてまた皆さんにお越しいただきたいなと思ってます。イベントの内容とか見てもらってまあぜひこういうイベントだったら参加してみたいなとかだったりご意見とかありましたらぜひいただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。スタッフの皆さんもカメラマンさんも渋滞で大変でしたけど、いや本当に散々の一日って感じだったんですけど、はい、でも本当になんて言うんですかね、事故もなく良かったと思います。そこは本当に、うん、みんな楽しんでましたからね。まあでも楽しかったですとかまた来ますっていう風に言ってもらえて、またリベンジする機会を作りたいと思ってるので、ぜひリベンジしにイベントにご参加いただければと思います。5月29日のイベントは山中湖ドッグリゾートワフっていうところで施設を借りて、出展者様も募ってやりますので、ぜひこちらの方もご検討いただけたらと思います。ボリューム的には今日のイベントのもう2倍3倍ぐらいのボリュームをご用意してますのでよろしくお願いします。はい、以上ですかね。そうですね、次回また楽しみに。そうですね、はい、リベンジしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。